さあ、どうもおはようございます。こんにちは、チークです。よろしくお願いします。今回はですね、クロニクルモードちょっとやっていきましょうか。ちょっとマイクの位置変えていい？ごめんね。よし。やっていこう。のんびりやっていきます、のんびり。で、今回ですね、制裁の列伝を、とりあえずやっていこうかなと思ってます。難易度は難しい。で、一武器は、通常武器で、まあなんとかやろうかなと思ってるんですけど、二武器はね、ちょっと強い武器に変えてもいい？じゃないとね、結構難しい難易度に進めるの結構きつかったんで。これは、攻撃力と、大武将。で、二武器がね、まあ、これでいいんじゃないかなと思っとる。よし。行きましょう。あ、待って、聞いてなかった、お話。さあ、いらっしゃい。我が知略に勝とうなど、肩払いたいわ。おー、なんそれ。防御力か。どう？いやー、きついね。さあ逃げろ逃げろ。敵将撃ち取った。制裁の声かわいいよね。うわ、まずい。あいつ回復するんちゃう？え、アホやんめちゃくちゃアホやん。やばい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 。来い。おら来い。やばい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 。ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け。いや、これ結構きついな。これ結構きついな、やっぱり。どうしよう。あーもう待ってよ、ダメージが乗りすぎよ。誰か回復ないんか。あった。オッケー。よし。いやー、嫌な予感する。よし、行くぞ。そんなのあり？いけるよ。オッケー。よし、ギリギリ。いや、これね、難しい。結構むずいね、マジで。かなり難易度高いよ。しかもこれ3つぐらいあるんじゃない今回。あぶね、あぶね。いやー、でも弱えな。よし。くことがそのまま負けではない。敵将撃ち取った。さあ次行こう。これね、ほんとバカほど難しいよ。この初期捨てから難易度難しいは、まあまあ難易度高いと思う。ひとひねりにしてやるぜ。来い。よし。あー、まずい。これはまずいな。使わんとまずい。しゃー。さあ来い。パパ、パパ来い。
あ、やばいね。でもロックはできんねやな。これどうなったら勝ち？ちょっと待てよ。アクション一覧やろ。うん、そうよね。月光月しかできんもんね。これか。劉備の撃破。劉備が右側ね。ということは左か。こっちが先か。いや、意外と砲塔に削られたな。それがきつい。砲塔に削られてなかったらだいぶ違っとったと思う。やばいやばいやばい、お前だから。今回ね、この隙がでかいんよ。オッケー、敵将撃ち取った、回復くれ。よし、さあ来い孔明。聖さん、相変わらずの活躍だ。あのはまずい、決まらなくてはならん。あぶね、やばいね。およ、お前ずるいぞ。OK。 よし、お前ちょっと待て、ちょっと待て。いやきつい、きっちいきっちいキッチーてか、こいつ何の武器使っとんねん。ちょっと武器変えよっか。むずいね。変えよ。あんな一発食らって死ぬんやったらもう終わりよ。ダメダメダメよ、ダメダメ。どうしよっかな。適性が高いのがいいよね。何がいいやろ。刀はあるもんな。再建か。これとかどう？微妙やな。これじゃない？これでいこう。ちょっときついっすね。ちょっときついね。集中していこう。これは全部終わるのいつになるかな。とにかくダメージを食らわないことを前提に。あ、いいか、一旦ほっとこう。とにかくダメージを食らわないことを前提にやっていこう。こいつが問題よ。なんかあったときにすぐに無双ランボを出せるようにしとこう。 OK いいよ。これは立ち回りが重要になってきますね。負けられない立ち回り。とにかく食らわない。ダメージを食らわない。これだ、最優先で。来いよ。まずいね。いやー、嘘やろ。今の食らうんかい。いや、このね、無双ランブでさ、結構しっかり狙ってくるけんさ。ここら辺が難しいのよ。え？よし、倒したね、リエン。さあ、来い。
焦っては敵の思うつぼだ。よし回復回復、オッケーオッケー。で次パパね、パパぶっ潰していきましょう。こんなに難しいと思わんかったこのゲーム。おお、おお、怖え。よし次次パパで。まずいな。よし、撃ち取るな、パパや、撃ち取るな。あと左ですね、こいつら。こいつらが強いんやな、ちょっと。まずい。周りが見えていなかったようですね。じゃあ覚悟はよろしいですか。じゃあ、はい、危ないって。いらっしゃいます。お前のな、無双ランプの数が多いんじゃ。だからお、待って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 、おいおちんすけ、お前お前ふざけんな、マジでお前ふざけんなってる。なんなんこの、うますぎるんよ。いやもうマジうざい、マジうざい。ごめん、リュウゼ。ごめん、リュウゼ。よし。オッケー。ここまでいけたよ。これは変に回復なかったっけ？精彩。相変わらずの活躍だ。ハングは、気張らなくてはならん。気張ってくれ。頼むから。マジで難易度高いよ、これ。これ、各列伝結構きついな。しかもね、下の方に行ったら下の方に行くほど強くなるとか、そんなあるんかな、敵が。難易度は多分上がっていくやん。太刀打ちできるんか不安よね。やだー。やだー。オッケー。よ。やだやだ。さあ、リュービア。残りリュービー。ハラハラしますね。一発食らったらアウトやね。そなたは、時代の希望の星。あの力で。よし。もう輝く未来を示して。オッケー。よっしゃ。うわ、怖っ。これほどの期待、正直かわいいね。重さに耐えられ、あ、でもなんかちょっと肌の露出減った、減ってない、肌の露出が減った気がする。途上に精彩が訪れる。あ、なんか出るって。あ、こんな感じで来るんか。なんか酔ったな、来るって。で、どうしたらいいんこれ。こっちに帰ってくるのはどうしたらいいの。なんかいるんやのか。なんかできるんかな、これで。どうしたらいいんですか。鍛冶屋がある。鍛錬受付中。どうしたらいいの。これはさ、鍛錬してどうなるん。ん、ちょっとわからんな。これは武器やね。作成できる武具がない。料理屋さんは
潜入や支援銃が待っています。ここに来ればいつでも入れ替えられます。潜入がいない。支援銃もいない。あ、ここであれか。石灯籠とかを取っときたいってことか。なるほど。理解理解。理解しました。あ、来た、スイさん。これやな。あなたが噂の人ね。その瞳。強い力を宿している。かっこいいな。絆が深まったって。行商人は武器。妖精武将。ほう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 。なるほど。こんなんがあるんか。あ、これで、あの足毛を。あ、やばい。やばいやばい。どうしよう。どうしよう。皇帝にならなかったのは誰？あ、曹操って、そうなんや。義王には行ったけど、黄巾の乱を起こした張覚、張宝、張良三兄弟のうち、そんなん知らんよ、俺。優しいって書いとるけど、聴覚じゃない、これ普通に考えて。あ、違う、聴覚は病気で先に倒れとんよね、確か。ケン、この二人のどっちかって不明ってなんだ、こんなものあるん。いや、もうマジで。え、誰が結局。あ、張宝が最後なんか。全然違うやんか。諸葛亮何で、何あれ、ロバ。ロバに似ているとからかれた武将、知りまへんよ。知りまへんよ。全くわかりまへんよ。だね。金、角、こいつなんて言うの、諸葛、こいつも金かな。諸葛丹。俺はあんま好きじゃないけん、丹にしようかな。違う。違う。やばいやばい。全問間違ってない？やばくない？誰なん結局これ。これ結局誰なん。あ、諸葛金、えい。こいつか。知らないよ。物語中、孫権が初登場した際、その姿は額が広く顔が大きく。これは、あれ待って。額が広く顔が大きく、体は虎のごとくと描写されている。さて、がっちりとした腰は、何の獣にと例えられた。腰？がっちりした腰。イノシシはがっちりしとんかな。あれってクマ、クマなんかブルンブルンやもんね。腰。ゾウ、ゾウ、クマでした。曹操と曹仁の関係はこれ何だったっけ。前俺これなんか見たな、この問題。いとこよね、確か。すごい。全然クリアできん。全然正解できん。えぐいな、俺のこの、知識のなさ。いや、でも俺は横山三国志を買ったけん、多少は変わると信じとるよ。あれ、どこやったっけ？どこで馬つけられたっけ？これか。これでいいか？で、これどうしたらいい？これ外出れるんかな？出れるよね、確か。あんな感じで絆を増やしたらいいんか。なるへそね。なるへそボンバーですわ。よし。せいさんいくか。さあ頑張れ。難しいで。なんとかなるやろ。なんとかするんだ。頑張れ俺。いやこれ結構ね、この難しい難易度を、えぐいよ。無双ランク食らうと終わりやけんね。どこ行った、どこ行った。これさ、待って、これ食らってなくない？攻撃食らってなくない？え、そんなことない？気のせい。え、なんか攻撃食らってなくない？今さっき、もしかしてこれ攻撃力が足りんかったらそうなるの？ここは父さん、諦めて引け。やばい。それが死が相手になる。まずいっすね。
いやこのさあ、こいつら無双乱暴多すぎるんやって。何回打ってくる。オッケー、一回食らうだけで致命傷ないけん、こっち勘弁してよ。さあ、こいこう、けうわ、やべ、そういうのも今怖い。よっしゃ、逃げろ逃げろ。援軍とは助かる。関東か、関東は6ではモブだよね。これ都心やな。これ誰、馬体か。いける、ごめんね、バタイ。まあ、今作はね、これ当たったとしてもダメージ入らんけん、まだいいと思う。さあ、次いくよ。あー、やばいね。頑張って、いけるよ。うそー、マジ。オーケー、よし、みんなで助け合ってほしい。いいよ、頑張れ。次は、次にお会いした時はこうはいきませんよ。よし、逃げろー、逃げろ逃げろ、そそくさ逃げていこう。で、次真ん中やね、こいつ総書庫。きついな、やばい。なんかあったら逃げたい。なんかあったら逃げたい、とりあえず。任せなさい。孫将校強いよね、随行武将、あのオリジンのね、この前初めて、あ、この前じゃないわ。やばいな、すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。嫌な予感がする。今回近いんよな、武将の距離が。俺狙っとんな、あいつ。俺狙ってんじゃねえよ、ずるくね、俺ばっかり狙うの。さあ、あと2人です、頑張れ。ちょっと2人、あと2人頑張って。お前飛び切りしてくんな。攻撃範囲が足りんね。よし、行くぞ。敵将、撃ち取った。レイン氏がおる。長平がおらずともこれほど。恐ろしい時代を築いたものだ。おや。まずいね。あー、使っちゃった。 OK、 よし、
いや、やばい、危ねえ、 OK、 よし、やった、ドキ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 、これって2ステージ目やったっけ、3ステージ目やったっけ、これ確か3ステージ目、2ステージ目よね、まだもう1個あるよね、きつくない、三国統一戦きつくない、これ頑張ろうぜ。さあこれで戦災伝終わりかな、とりあえず難しいよな、なんでこんなに難しいの作ったやろ、行くぜ、これが最後の戦い、義軍ね、敵は義軍、いやー、ちょっと待ってね、攻撃せ、行け、よし、いやーこれ輸送ゲージが2つないのきついな、1個しかないけんな、保険がかけれんのよな、保険かけたいよね、さあ来い、これがなちょっとずっと微妙なんよ、使いよって思うのは何だったらいいんだろう、何がいいと思う、刀やな、刀か、どうやろう、劇とかのがいいんじゃない、あえて相手の劇どう、これにしてみない、オッケー、どう、なんか来たんやけど、この程度予測のうち私たちの勢いを止められない、嫌だ嫌だ嫌だ、ここは通さないことになってんの、力づくでってんなら、なんか来、なんか来てない、もう鬱陶しいな、刀が優秀すぎるわ、あれこれか、ちょっと待てよ、竜禅のハイストってどれや、これはまずいな、おい、これまずいな、竜禅死んじゃう、やりおるな、我が陣営にも良い影響が出る、ちょっと待って、これ竜禅死んじゃうよ、よくない、リュウゼン落ち着いて、危険な状態だ、みんな気をしっかり持つのだぞ、スーサイ来てくれたのか、いやーだがここは無理だし、お前ちょっと待てって、これは厳しいやろ、オッケー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 、あと何よる、あし、よしよし、まだおるな、よし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 
やったたぞ。回復がねえな。どうしてそんなにかっこいいんだか。俺もやる気全開。いや頑張れよお前、もっと。もっと頑張れ。頑張んなよ。お前がな。本当に期待してんだから。おめえがな。俺の頑張りよすごいぞ。相変わらずの活躍だ。ハンは。エンゼン、お前そんなんずるくね。お前こっちの攻撃当たらん、なんでそっちの攻撃当たるんだよ。そんなチートありかよ。劇にすると稽古が使えるのか、微妙やな。そう考えると、さあこいつ倒すか。ちょっと待ってな。そうか、これ取らないかんのか。マジで、マジで。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。オッケー。次は容赦しねえぞ。次。次行きます。さあここら辺倒すか。やる気があるのはいい。どっちけど。ああまずい。いやーこれはまずいな。待って、そいつは無理な相談だぞ。こってのは親を守るの。危ない。今のよく耐えた。おい危ないって。そうやな、もうぼちぼち。ほら来た。やりおるな。我が陣営にも良い影響が出よう。来てなかった。来てなかった。元気に何しやがる。了解するな。俺は本気だと強いんだ。すごい。リュフパターンやん。さあ拠点もありだけど、ちょっと待って、左3人潰そう。いやーチートが来た。チートが来た。念力男。ちょっと待ってな。この国を滅ぼすだと。アボーメ、大それた願い、このの処分してやる。おいおい、私の知略に勝てると思いか。お手を諦めました。救援感謝いたします。やばい、アドレナリンが、アドレナリンが。まずいで。マジかよ。オッケー。私の経歴。よし。次は許さん。オッケー、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 オッケー。まあなんとかなる、なんとかなるレベルではあるぞ。俺ぐらいでも。刀が強いな。ああまずい。よし。バグった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 。ええ何。よし行くか。ラストや、小さいね。やっぱウソラム一発食らうだけで結構きついよ、きついよね。そこだけやな。あーお前やな、最後は絶対。なんで？まずいっすね。おい！誰？
やー逃げて行くラスト、え、嘘やろ嘘やろ、なんで、オッケー、よっしゃ取った取った、あぶね、危険すぎる、違うよ、君じゃないよ。諸君と三国は一つになり、託されたのをやっと果たせた。よっしゃー行ったぞ、制裁殿クリア。あ、これで制裁が使えるよねっていう風になっていくんだって。こういう感じなんだってさ。加工トンが来てるらしいよ。これってさ、毎回行った方がいいんかな、なんか来とるたびに絆を深めた方がいいんか。絆深まったらどうなるかようわからんのよね。加工トンが来とるらしいよ。こいつと喋ったらいいんか。お前がこれで終わりこれで終わりいいのこれで。さあこれまで時間ないけどサクサクいくぜ。これでいこうか。で、扱う武将はですね、カウンですね。カウンでいこう。聴覚6ハゲとんよな、めちゃくちゃ。6の聴覚はびっくりするぐらいハゲとるよ。いくか。これすげえな。武器なんか弱くね？こんなもんか。いやー俺が強いのよ。本陣陥落？誰が何勝？なんか来よんな、左から。おい天空の刃よ。よし、この天空の刃が強いのよ、カーンは。なんかすんげえ量来てない。うなれ天空の刃よ。あし、強っ強っ、ぶっ壊れとる。任務遂行のため移動を開始する。なんかさ、今回アイテム取得判定せまない。行くわよ、レシ。私たちでこの戦い終わらせるんだから。なんか来たぞ。姫様、奇襲なんて大胆ですね。うなれ天空の刃よ。強い、半端ない。ぶっ壊れてる。よし、うら、あ、強い、すんごい強い。早くこれやってさ、俺猛将殿に移りたいんよね。猛将殿やりたいんよ。おい、うらぁ、おい、ちょう。オッケー、うん、これ使いやすい。カウンで行こう、しばらく。とりあえずクロニクルやるまでは。ハンネとの絆上昇。オッケー。さあ次行こう。カーンの体力が上昇。こんなんあるん。
味方拠点を守り抜く。すごいね、これ本当数すごいね、このステージ。終わらないよ。終わりませんよ。よし。この姿勢も天よりの試練。どうしよう。防御を固めるんだ。関雲峡が武の刃。いやー、これが強いな。神をしやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。置いておけ。次は容赦しねえぞ。なんか気温な、あそこに。撃ち取ったり。やめて。後天立つんだから今から。よし。OK。いきまーす。天空の刃よ。倒せてないし。オッケー。なんか来た。なんか来たぞ。奇襲部隊の本陣侵入阻止。右下な。油断した敵は燃え。紹介だ。着実に部隊を壊滅させる。どこ行った？まあいい。なんで今の。これが強すぎるんやって。これこれがね強すぎるのよ。処分だ。名声とかもあるよね、今回。私の経歴に傷をつけたな。次は許さん。あー、だよね。四角すぎるとダメだな、これ。よし。さあ、次行こう。どこ行った、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 ナッシュ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 。よし。天空の刃行きます。倒せんか。いやー、お前ふざけんなよマジで。うちょ、よし、強っ。もう一丁。オッケー。よし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 。なんて使いやすいんだ。助かったぞ。そなたの善行を天も見てよ。聴覚とか使いにくそうやけどね、めちゃくちゃ引くぐらい使いにくそうやけどね。芝居の列伝か。まぁ、あ、ちょっと一旦他のやつやっていこうか。そんなさぁそそくさするもんじゃないよ。もっとゆっくりやっていこうぜ。よし、行きましょう。天狗撃破。関雲峡が美の刃。この戦場にて示さん。示してみんかい。示してみんかい。
ジョコジョコや。ジョコジョコ、ジョコジョコの激コンパチなんやね、今回。よし。次行きます。どっちや？こっちか。大したぷよ。これは飛行への称賛の証よ。ジョコジョコもさ、オリジン出るけんさ、よかったね。かっこよかったね。ほとんどエイドと変わらんかったけど。ダメだ。よし。お父さん強すぎだし。でも私、探索もらうまで諦めないんで。あ、本三条は探索が好きなの。おい。うら。かわいそう、なんかかわいそう。何もさせてもらえず。OK! ごめんな。何もさせずに買ってしまって。ごめんなって。超運の列ね。あ、超運が来た。どうしようかな。これなんだこれ。これ。精鋭部隊、この鍵って何？鍵マーク、ね、すんごいね。全然終わってないわ。これ何？あ、これがカウの列伝なんか。なるほど。これいきますか。終わらないよ。まあゆっくりやっていこうぜ。だいたい1時間から1時間半ぐらいずつでゆっくりやっていって、まあそのうち終わるやろ。やりよったらセブンもやりたいしね。よっす。疲れてきた。一度戻った方がいいみたいね。どっちのがいいんやろう。光元気を超えね。関雲長が義の刃、この戦場にて示さん。来い、ここで行こう。トートの俺や。よし、次行くよ。ウィっていいんかな。別にどこ行ってもいいんか。あんまり離れすぎたら大元気孤立するもんね。え、嘘やろ。あ、マジ？そういうのもあるんや。やけんやっぱ離れすぎるのはやっぱダメなんや。こういう系のやつはめんどくせえな。おいでよ。よし、行くべ。石飛ば欲しいんやけど。あー来たよー。いけるよ。よっしゃー。なんか来た。なんか来たぞ。ぶっつぶしてやる。えっか、こいつほっといて先行くか。なるほど。手本として私に習いましょう。多分そのうち来るやろ。おいでよ、こっち。お前何孤立しとん。まずいね、もう来よるね。来てないな。行くか、次。
ヒヨルね、オッケー。多分そのうち追いついてくれるはず。お前一人かよ。よっぽど自信があるんだな。勉強せ。オリジンの創作6のデザインとるね。よし、楽しかったぜ。次にまた戦うのが楽しみだ。敵将撃ち取ったり。さあぼちぼち相手するか。やばいな、嫌な予感しかせんわお前ら。もううっとうしい、うっとうしいよ。まずいっすね。あーくそ、なんやねん。ちょっと待って、まずいな。傾向ないときついな。よし、さあこいつ倒そう。よっしゃー、めっちゃ弓兵撃ってほしいな。次はこいつね。もう一丁いくよ。これでもダメか。さあ、これいっていいの？上はもうほっとくか、今回は。もう、だからそれ。それ問題。離れすぎよ。好き勝手してくれちゃって、まあ、なんか来たな。あいつを止めるのは、俺の役目ってとこかな。あ、でもそのうち勝手に来るんや。ほっとく、やだ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 、いや強くない、そんなに強くない。まずいっすね。両刀起きよるけんな。ちょっと待ってよ。両突の思ってる信号遅いよね。来い。おいちょ。うら。範囲広すぎやろ。よし。倍返しさせてもらう。敵将撃ち取ったり。さあこれで、これでリュフ倒そう。手本として私も習いましょう。これでもあとほらね、倒せるね。いらっしゃい。よっしゃ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 。幹部の放火上、うわぁ、俺は認めんぞ。認めろ、鬼神。敵将撃ち取ったり。
すがの活躍、あなたの姿ずっと見ていたくなる。よっしゃ、これやっぱさ、下に行くほど強くなっていけるよね。俺そんな気がするんやけど、そんなことない？あ、なんかめっちゃいけるわこれ。どうしよっかな。尊敬列伝やってみる？どうかな、強いかな尊敬。そうでもないかな。とりあえずあの刀が武器なんで、そんなに弱いことはないと思うよな。ずるい。どうしよっかな。どうしよっかな。どうしよう。もう方天劇とかあるんや。これってどうなんやろ。でもないもんな、適性が。多分弱いんやな。これどう？こいつは6回までいけるんか。なんかすっごい攻撃食らう。いやー、あの弓うっといなー。こいつらマジでうっとい。何の嫌がらせなん。オッケー、さすがですな。マジで嫌がらせすぎやろ。こいや。ああやだー。よし、終了。え、なんで生産が難しかったん。孫権こんな簡単やのに。あ、終わってない。あ、終わってないわ。ごめん、終わってなかった。終わってませんでした。もうちょいあるかな。あいつら倒して終わりか。来いよ鼻くそども。見せてみろ。いや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 。胸をお借りします。あー、取っちゃった。手加減はいたしません。よし、もう弓兵鬱陶しいってマジで。もうどっから来よ。ずるくね、そんなの。どっちから下からやねん。あれで最後かな。殿、冴えておりますな。わしも続きますぞ。あ、近かった近かった近かった。表近かった表近かった。私も舐められたものだな。いや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 、だから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 。俺と勝負だ。そんな何かよ。うるら、あの上倒したら終わりそうやな。けど待てよ、こいつよりも上のやつ倒す。先いける？あ、いかんな。抵抗倒さないかな。それがしが相手になる。ほい、よし。あなたの部には乱れがない。悠々と流れ、大河のごとくですね。さあ行くわよ。よし、全力で楽しもうぜ。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。いいか、攻撃力が足りん。飛行
くほど攻撃力が足りんわ。よし、よっしゃ。さすがは親父だぜ。俺もまだまだってことだな。よし、敵将を打ち取ったぞ。いいよ、難しいよ。この成長は早いものだ。孫悟の未来は明るいな。明るいですね、良かったですね。よかったですね。じゃあ尊敬列伝次終わったら終わろっかなーやけど、一旦待ってね、途上に来るっていうゲーム。これってさ、まとめていっていいんかな、まとめて来るんやろか、みんなしばらく置いて何人かこうまとまってから行っても大丈夫なやつ。あ、来た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 、来とるわ。いくら牙をかく、おお、絆変わった。さあ、じゃあ尊厳列伝最後しますか。最後して終わろっか。これね、竜兵討伐戦、まああの外伝モードじゃないけど、まあ、ああいう系が全部まとまっとる感じやね。でもさ、これさ、何とかって言わんとわからんよね。あの特定の列伝モードやりたいときさ、でんくね、敵を、これ繁盛の戦いやね、このマップ5の繁盛やね。こいつか、チャージ6やろ、ないんやな、もう。うますぎん。よし、敵将を撃ち取ったぞ。もうちょ、いや、お前マジうますぎやろ。ちょっと待てよ、これで人を吹かせてくれる。どうしたらいいの、上かこっちやな。いやー、これ甲虫ってことはもう絶対指へんやな。いや、ちょっと待って、鬱陶しすぎる、ここマジで鬱陶い。よし、誰やねん、さっきから打ってきよんの俺に。いや、これ当てる馬なんこいつら、めっちゃ当たるやん。ダメだ、強すぎる、やり直し。やり直し、あんなのなしだぜ、一発アウトやんけ。貴
畜も鬼畜よ、あんなの。あれが分かり通るんだったら俺もやりたい。さあ行きましょう。弓兵撃っといよな。これどうにかなんの弓兵。来い。よし。で、弓兵がね、ここら辺にいっぱいおるけん。よし。オッケー。で、ここはちょっとね、上り坂なんで。来なさい、来なさい貴様。よし、撃たせない。オッケー。引く。で、こいつやな。ガード多い。いや、あのさ、ちょうど攻撃の打ち割りぐらい当たるんやって。当たるような攻撃になってる。けど、助かったぜ。ありがとうよ、親父。よし。悔しいな。ここは光れば。よし。敵将を打ち取ったぞ。待てよ。うらもう一丁。はい、行きます。次行きます。これだね、龍騎か。いやーマジで。もうなんなんお前。おじさん来た。まずいな。よし、来い。よっしゃ。さあ行きましょうか。上、もう下は任しとこう。多分勝手にこじ上げてくれやろ。ここ多分繁盛よね。繁盛ってこんなステージじゃなかったっけ。よし、どこや。こっちか。あ、待って、まずいって。お前それやめろマジで。これは回復欲しいな。回復ないの。普通に死ぬよこれ。回復ないか。ねえな回復。
誰も持ってねえな。敵の方が押してるってのか。やばいやばい。みんな本気出していくぜ。はいはいはい。かっこ悪いとか見られちまったな。けど助かったぜ。ありがとうよ親父。いや任せて、今俺自分のことで手一杯だから。さあ来い流氷。いけるか。よし終わった。ギリちゃん、ああやっぱ厳しいじゃ厳しいですね。さあということでですね、今回これで終わろうかなと思います。まあ大体1時間ぐらい経ったんで、1本ずつね、クロニクルもダラダラ出していこうかなと思います。じゃあそんな感じでお疲れ様でした。バイバイ。